ジョネラジーかっこ各公開収録前の特別編、ちょっと短めです。はい、本日のテーマはですね、偉大なる民族の太陽、21世紀の領導者、連戦連勝の鋼鉄の連勝、無敵の財務次官、木下靖大元帥閣下。ジーク木はい、ちょっと噛んでしまいました。これ噛んだらね、銃殺系です。銃殺系なんで、そうちょっとやばいです。2回噛んだら犬に食われちゃう。おっと、誰か来たようだみたいな。やばいって感じですね。はい。まあ今ね、本当にね、要はね、安倍増税なんていうね、間違った。けしからんですね。言ってるやつがいるんですよ。我らが木下様の大功績を安倍さんに持っていこうっていうね、それ安倍信者が言ってんだろ、てめえら。俺たちは木下信者だ、この野郎。この野郎、安倍増税じゃないと。安倍増税。木下増税。木下様のね、偉大な功績を、功績を横取りしようなどという、ね、史上最強の財務次官に上り詰められた木下様の功績を横取りしようなどと、不定なのだ、グラマヘダが討伐してよ。はい、本当にね、もう鋼鉄の霊将、無敵の大将軍ですからね。はい、まあ、100歩譲って麻生増税を許してあげましょうか、はあ、木下傀儡麻生増税っていうね、形容詞がつきますからね。いやいやいや、はい、でもそれはなんかあれだね、まあ、死んじゃったけど、張正卓ことチャン・ソンタクがやったのを、はい、ね、本当は金正恩がやらせるのに、チャン・ソンタクがやったのを、チャン・ソンタクなんとかっていうのと同じぐらい、全くよく分かんない今説明したけど、なんとなく伝わってきました。まあ、つまり麻生は小物と、あ、まあ、ね、木下様に比べられて、麻生なんかペイだよね。ペイって、アダモンちゃんみたいな、分かる人なかなかいない。アダモンちゃん、テイじゃん。はい、あれ黒人の前でやると本気に怒り出してますから、ね、大変なんですけど、なるほどね、はい、まあその木下ね、大元帥様をですね、たたえる、たたえる、死ぬまでたたえようっていう、褒めたたえて、死んでもたたえようみたいな、そういうことですね。死んでも、はい、褒めてるんですか、褒めてる、何が問題なの、何が問題なの、木下って名前出した瞬間、某ネット界隈では、不敬罪って言われるらしいんですけど、なんでですか、我々こそ狂信者ですからね、本当ですよ、地球教のごときね、はい、木下信者になりました。どんな信仰なんですか。いや、もう朝晩ね、自分が無事に過ごせたことを祈るわけですよ。霞が関本当フェイスブックでつぶやいてますよ、はい、今日私が一日無事に過ごせたのも偉大なる民族の太陽、21世紀の領導者、連戦連勝の鋼鉄の連勝、無敵の財務次官、木下靖大元帥閣下のおかげでございますと。なんか授業みたいですけど、明日も消費税が 8% でありますようにってこう祈る。 10% だけは勘弁してけろ、わしら貧乏人は死んでしまうんじゃ、おでけえですなーみたいなね、祈るんです。毎日私なんて毎日土下座してください霞が関に向かって礼拝してますから。だってね、あれですよ、長谷川幸宏さんが昔財務省のポチだった頃に、消費税は 25% でいいって書いたら、木下大元帥閣下飛んできて、でもここにある資料全部使ってくださいとかってな、どっかのロッカーの鍵かなんかくれて、でしかももう取材に行かなくても、取材でやつペーパー送りますからとか言っても、それぐらいのもうあれですから、はい、大変な方なんですよ。恐ろしいですね。恐ろしいですね。至れり尽くせりのね、もう本当にね、もう常に国民のことを考えて、ね、考えてますよね、増税に邁進しているね、木下靖大元帥閣下ですから、これはもうね、みんなの褒めたたいていかなきゃいけない。マスコミ見ても安倍増税しかないですもんね。おかしいですね、これ。けしからんですね、マスコミ舐めてますね、これ、ね、安倍さんと麻生さんしか出ないっていうね、もう勝手に木下さんを黒幕の地位からね、もうとどめようっていうね、もう表に出ていただかないと。舐めてますね、黒幕じゃダメですね、表に出ていただく、そうですね、まあ何せね、偉大なる民族の太陽、21世紀の領導者、連戦連勝の鋼鉄の霊将、無敵の財務次官、木下靖大元帥閣下ですから、はい、はい、だんだん受験みたいな。どんどん足されていきます、ね、プラスされて、はい、プラスされていきます、はいはい、じゃあ早速なんですが、はい、大喜利をね、まあ、やるんですけど、ジーク木下というハッシュタグがありまして、でここでね、木下靖大元帥閣下、はい、日々褒めたたえ、はい、褒めそやしね、はいはい、そしてね、国民すべからく礼拝すべしと、これも一つの宗教ですから、これは。そうです、信者です、私たちは信者ですというね。お前国木下信者かって言われて信者です、そうです、私が木下信者です、みたいな感じで言ってみたいなと。木下様の偉大さ、私ぐらい称えてる人間いませんよ、ね、そうそう、本当に本にしましたしね。トルコの建国の父ね、ケマルパシャが、ね、イスラム教に代わるイデオロギーとしてね、ケマルイズム、ね、作りましたけど、じゃあジーク木下は木下イズム、木下イズムですよ、はい、ね、木下イズムの継承者になれるかとかね、闘魂継承じゃないですけどね、はい、増税継承ということで、ね、増税継承増税継承増税継承ということでやってきたんやと。でも 10% だけは勘弁してけろ、お願いですがな、はい、時間様みたいな、ということで2つ目の作品からいきます、はい。